この大陸、お、この祠は行ったこと、あ、これはワープスポットの祠か、行ったことあるな。うん、もっと南に行ってみましょう。夜になってしまいましたよ。怖いですね。え、村あんのかな。ないのか。サマンオサの下にこんな広大な土地、有効活用せねばならんでしょうよ。どうしよう。上陸してみる？どうし、あ、なんかあるじゃん、なんかあるじゃん。ナイス。はい。村、おー、これは何の村ですか？はい。この先の家は、海賊たちの住みか。近づかない方がいいですよ。忠告ありがとう。海賊もいんのか。海で出会わなかったのは、ただ運が良かっただけか。へえ。海賊風気になるじゃない。腕が伸びたりしますか？つってな。うわ、どころ飾ってあるもん。人骨？へえ、ちょっと。周りを調べさせてもらおうか。ふーん、でか。おっきなお家じゃない？こっちになんかあるぞ。お、岩があるじゃないか。あ、あると思った。階段を見つけた。スムーズに見つけすぎて初見を疑われそう。本当に初見ですよ、私。信じてください。降りてみます。見つけたしね、イエーイヘビメタリング。山神はヘビメタリングを手に入れた。ありがとね。はい、うん。あちからの種、いいもん持ってんじゃないか、海賊さんよ。バレたら殺されちゃうな。レッドオーブ見つけた。オーブがこんなところに。あら、そう、道具。へえ、あちからの種はいただいて、僕がね、ヘビメタリング。これなんか大丈夫、呪われないかしらね。素早さか。ガーターベルトは外したくないマンだから、豪傑の素早さ必要かしらね。サマンサちゃんが一番似合うと思うから。はい。装備する？うん。サマンサ。ああ、黄金のティアラの方がいいかな。運が良くなる。まあいいか。ちょっと持ってて。とりあえず持ってて。はーい。呪われなくてよかった。ふんふん。おー、もうこれは外出ちゃうかしら。あ、外出ない。オッケーオッケー。うーん。岩転がせるね。一目散に宝箱見つけちゃうんだから、大したもんよ、山神ちゃん。頼もう！ああ、ふーん、武器飾ってあるね。あ、海賊っぽい人いる！眼帯してるわ！うわ！槍が飾られている。盾？ああ。高そうな盾だ。奪っていきたいな、剣飾られてますね。あ、あ、見つかっちゃう？見つかっちゃう？やばい。あ、目合ってる！目合ったけど、知らんぷりしてくれた。な、なんだお前は。そうか、魔王を倒すってのはお前たちのことだな。俺たちは七つの海を股にかける男。お前の噂はいろいろ聞いてたぜ、有名人。わかった。歓迎しよう。ゆっくりしていってくんな。海賊優しい人じゃん。歓迎してくれたよ。親分はどれだ？やっぱ、面倒ししないとな。一番上の人にな。あれ？それは昔盗んできた赤い玉。どこで見つけたんだ？レッドオーブバレた。まあいいや。大した値打ちもなさそうだし、欲しけりゃ持っていきな。懐深すぎないこの海賊。こんな優しい海賊さんもいるんだなあ。あー、ここには特に何もないと。あ、赤い玉、タナボタだったな。寝てるの？昔俺たちは海をさまよう幽霊船を見たことがある。またまたお兄さん、そんなわけ。幽霊船、夜の海に出てくんのかな。え？あの時船乗りの骨なんて持っていたから幽霊船に出くわしたのだろ。船乗りの骨、なんでそんなもん持ってたの。捨てちゃえばよかったのに。骨はグリーンラッドのジジイにくれてやったよ。グリーンラッド、行ったことあるな。偉大な魔法使いがいたところか。そうだよな。あー、ふーん、はい。邪魔をしないでください。商売の話をしているんですから。おう、ビジネス。ちっ、もっと高く引き取ってくれても良さそうなのによ。このじいさん、海賊相手にしっかりビジネスやってんだ。やるな。いくら盗んできたものでも、銅の剣が7ゴールってのはないよな。ああ、こんな時商人がいたら鑑定してやれるのにな。でも、盗品だろ？文句言わない。うん。ポコポコと武器が飾られているね。君も海賊なの？勇者っぽい見た目して。はい。アリアハンから来たのか。あそこには何回か行ったよ。とてもいいところだな。だろ？全然田舎じゃないだろ、うちのアリアハンも。はいはい。この地下は、あの宝物庫に繋がっていたのか。俺たちは悪い奴らからしか盗まないぜ。言ってみれば正義の味方よ。正義とは何か考えさせられますね。はーい。はい。なんかあるだろうな。えい、何もないのか。
小さなメダルナイス。山上ちゃんも悪い海賊からしか盗まないからな。お愛子だ。はい。もっとないのかや。何もないじゃないか。しけた海賊だぜ。はい。上に女海賊。あれがボスかな。ボス女性？ここはお頭の部屋だ、お頭。入っていいか？入るぞ。おお、女海賊だ。ふーん、ちょっと失礼しますよ。ルーズソックス見つけたギャル。お頭ギャル。確かによく見たらアムラーっぽいもんな。お頭、お話ししましょうよ。はい。女のあたいが海賊のお頭なんておかしいかい？いいえ、多様性の時代です。ふん、私はおべっか使いは嫌いだよ。なんだこの女めんどくせえな。ごめんなさい、怒られちゃった。おべっかじゃないけど、別に。でもおべっかは使われてるうちが花だと思うよ。ええー、じゃあはいの方がいいのかな。そんな華奢な腕で男をなぎ倒してるって言うんですか。ずいぶんはっきりと言ってくれるじゃないの。でもそこが気に入ったよ。ルザミの塔を知ってるかい？知らない。何？ドラクエは正直者がバカを見ないな。ルザミの塔。ここから南に行ってちょい西ね。南西、ルザミの塔か。そこで幽霊船見れんのかな。幽霊船みたいな。あたいら以外であそこを知ってるやつはまあいないだろうね。ところであんた、魔王を倒すために旅をしてるって本当かい？はい。そうか、本当なんだね。それが実現するかどうかはわかんないけど、もし倒せた暁にはぜひまた寄ってくれよな。お祝いパーティー開いてくれんのかな。あざーす。あざーす。ここ入れないの？そうか。でも出口なかったな。これ昼間になったら、こいついなくなったりするんじゃないか。なるへそなるへそ。はいはいはい。もう話しかけてない人はいないですね。了解です。ルザミに向かうな。幽霊船。気になる。そのためには船乗りの骨が必要なのかい？はあ、ちょっと昼間になるまで待とうよ。あの地下に行けそうな気がしないか。へいへい。へいへい。ほいほい、昼間だぜ。ほい。あ、誰もいなくなってんじゃない？はあ、昼間航海に行ってんのかな。お頭もいない。なるへそ。で、この地下に入れるようになっている。ほ、あ、囚われてる。大丈夫？どうしたの？開けてあげようか。開けてあげたよ。夜になると海賊どもが帰ってくるぞ。あ、知ってる。もう仲良し。あ、もう仲良しだよ。ん？ここは？足元を調べた。小さなメダル、ナイス。そうか、おじさんが逃げよう。一緒に逃げようか。送ってくよ。船あるから。大丈夫なの？忠告だけありがとね。あ、そうか、牢屋だったか。はーい。牢屋だったか、つって。あ、じゃあ、ルザミの塔を向かって。てみるか。せっかく親便が教えてくれたからな。幽霊船、まあ出会わなくていいなら出会いたくないもんだけど。でも出会っといた方がいいんだろ。グリーンラッドにも行くことを忘れないように。ここから南でちょいと西。あ、このちっちゃい島か。了解した。うん、あ、ここだね。上陸。ほー、結構広い神殿。お嬢さん、ここはなんだね。ルザミ、忘れられた島ですわ。忘れられちゃったのか。あなた方の前に旅人が訪れたのはもう何年前のことだったかしら。そんな忘れられちゃってるんだ。なんか面白い作りね。あ、小さな陸を橋でつないでんのか。へえ。おお、しっかりと。あ、お墓がある。誰のお墓だ。うん、あ、ラックの種、ラッキー、ラッキーガール。え？誰のお墓かはわからないか。お墓の周りの花をどんどん踏みつぶす勇者。それでこそ勇者。せっかく来ていただいたのに、売るものが何もありません。そうだ、私が昔聞いた噂をお売りしましょう。噂話で金取んのか？ガイアの剣はサイモンという男が持っていた。サイモン！サマン王様の王様、偽王様に追放されたサイモンか。ガイアの剣。存じ上げないな。ガイアの夜明けなら知ってる。お題？いりませんよ。あ、よかった。サイモンが持っていた。サイモンも有名な勇者ではあったんだな。ほう、これサイモンの墓ではないよね。ワンちゃん生きてる。まあ、生きてはないか、さすがにな。なんだなんだ。ルザミの島、面白いな。面白い作りしておられるな。ここの人たちはどうやって暮らしてるの？わしは預言者。そなたらがここに来るのをずっと待っておった。
的出しじゃんけんですよね。僕たちが来たらどうとでも言えるなんてね。魔王の神殿はネクロゴンドの山奥。はい。やがてそなたらは火山の火口にガイアの剣を投げ入れ、ガイアのサイモンの剣を投げ入れちゃうの？勝手にご遺族の意思を無視して。まあ、しょうがないか、世界の平和のため。ガイアの剣、サイモン、すごい絡んでくるね。ガイアの剣探さないと、自らの道を開くであろう。その剣がないとバラモス城には行けないのか。本棚たくさんあるじゃないですか。力の秘密、ナイス。ルーズソックスいいじゃんね。ちょ、入ってみる？山上ちゃん。これもワンチャン、セクシーギャルの性格のままでいけんじゃない？見えっぱりに戻っちゃったわ。おう、頑張り屋、一匹狼。ヘビメタリングをつけたことによって一匹狼になっちゃったのかな？サマンサ先輩、思春期だわ。どんどんグレていく。頑張り屋。男の子の性格いいね。いや、見えっぱりはな。守備力上がったとて、やっぱガーターベルトは外せないのですよ。セクシーギャル気に入ってる。ガイアの剣が、どこにあるかだよな。サイモンが囚われた牢屋の中、あれはなーに？なんだ？穴？あ？足元しろ。メダルばっかり見つけてこの子は。これは何なのか調べてよ。穴が開いてるわけではないんだな。現代アートか？謎が多いぜ。何かの足跡？ほう？お？大砲？屋根にあるのは大砲ですかな？誰もいない。やさがしやさがし。はあ。ん？あ、大砲ではなかった。望遠鏡か。地面は本当は丸くてぐるぐる回っているんです。ガリレオ？あ、地動説、ガガーリンだっけ。あ、頭悪いのバレちゃう。地面が回っているからお星様やお日様が動いているように見えます。でも誰も信じてくれず、私はこの島に流されました。島流し？しかし、それでも地面は回っているんです。そして丸いのです。私は信じるよ。というわけで、この島より南に進むとすぐにある北の氷の大陸には、おかしな老人の住む小さな草原がありました。それがグリーンラッドだな。今も住んでいるでしょうから、よく探してみなさい。ありがとう。そうよね、地球は回っているのよね。信じてあげます、現代っ子の私なら。はあ、追放されちゃうんだ。そんなデタラメを言うなって。あ、こんなもんか、調べられるのはな。ガイアの剣が重要そうだ。はあはあ、他に見てないところはないですもんね。もう一周回っときます。何のために。このポツンとあるお墓も気になるしな。ここもな、なんかあんのかな。なるへそ。じゃあとにかくグリーンラッドだな。ひとまずはそうだな。船乗りの骨をもらえたらもらおうか。ここの草原にいるんだら、どこにいたっけ。もう草原がだだっ広くてしょうがないわ。上か。あー、誰もおらん。どこだ、いたー。ゲッチュ、ナイス。じいさん、骨が欲しいんだ次は。はい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 。おう、それは変化の杖。わしも欲しかったんじゃ、強欲じじめ。物は相談じゃが、この、あ、交換っ子ですか。この船乗りの骨と杖を取り替えっこせぬか。ちょっと待って、やっぱりダメか。そうじゃろうの、わはは。この杖使ってどうする気だ、じいさん。セクシーギャルになって女湯でものぞこってんじゃないだろうな。待って、変化の杖がないと僕たちもエルフの里で買い物ができないんだよな。あそこのお店のね、ラインナップはね、魅力的だからね。一応ね、祈りの指輪5個ストックは買っといたのよ。5個じゃ足りんかな。今後の人生において5個もあればなんとかなる。いやー、不安かも。もっと欲しい商品もあったな。一旦エルフの里戻っていいっすか。いいよね、貯金下ろして買えるだけ買ってきたいと思います。だって変化の杖渡すしかないんだろ。戻ろう。骨と杖を交換なんて、このジジイ。ジジイじゃなかったら交換してあげないからな。こんなジジイ、長生きしろよ。眠りの杖買ってなかったんだよね。これ買っといた方がいいと思うんだわ。
道具として使えるから呪文封じられた時にとか。うん、買っておこう。これは戦いの時に道具として使ってもお得な品物ですよ。ありがとな、ジョーちゃん。こっちはスライムのふりして騙してるというのに。はい、まあサマンサ先輩がいいんじゃないかな。いろんな杖持ってて。はい。ああ、装備はしなくていいかも。間違えた、まあいいか。いいんで、祈りの指輪を有り金はたいて買えるだけ買っとこうか。もう他で買えないのだとしたら賢明な判断だと思うな。パンパンに、袋パンパンにね。あと2個買えるか。よし、買っとこ買っとこ。お金はまた稼げばいい。よし、さ戻ろう。変化の杖はこれで渡してもいいんじゃなかろうか。ああ、せっかくゲットしたのにな。早速おじいさんに渡すことになってしまった変化の杖。もっと悪用したかったのにな。もうスライムになれないから今の時間楽しんどこ。ああ、つかの間のスライム。戻ってきたぞ、おじいさん。さ、変化の杖交換しよう。もういいよ、くれてやるよ。なんと、誠か。何でも言ってみるものじゃ。では、船乗りの骨を渡そう。交換完了。山上は変化の杖を船乗りの骨と交換した。うん、いやー、ありがたいわ、はは。んで、この骨を持っていれば、あー、幽霊船と出会うことができるんじゃないか。ちょうど夜ですもんね。じゃあ、幽霊船の中にサイモンの剣が、オーブもだけど、ガイアの剣も見つけないといけないんだもんな。眠りの杖振りかざしてみる？どうする？新しい武器。使ってみないとわかんないもんな。素晴らしい。いいよ。うわ、道具。眠りの杖使う。ほら。これは便利だ。便利な武器を手に入れたんじゃないか？MP 消費せず、相手を眠りの中に。オッケー。いいね、いいね、いいね。こりゃいいぞ。はい。んで、幽霊船を呼び出すのか。この骨でよ、船乗りボーン。使う。山上は船乗りの骨を糸で吊るして持った。まあ、人骨？人骨だったらあんま素手で触りたくないもんね。わかるよ。船乗りの骨はぐるぐると回り出し、呪物か。南に95、西に123の方向を指し示した。これは座標ですか？前もこんなのあったな。ワンだっけ？なんか王女様の愛からこんな座標を教えてもらったことが。95。だから、もっと南西？うわー、これは結構長い旅になりそうだぜ。確認しながら進むっきゃないのか。もっと南西、ピョーンって大胆に飛んでみる。ムオルだ。どれぐらい。ちょ、南に90なんちゃら、西になんちゃらなんちゃらだから、まずは横軸を当てはめてみよう。西ピンポイントで探し出したら早いんじゃないか。ピンポイントでさ、ここまで来たけど、どう？道具でもう一回使ってみるね、みんな。骨、使う。ぐるぐる回る。不思議。59。もうちょっと左で大丈夫ってことか。全然左で大丈夫だね。はーい。どっかの島から飛んだ方が早いのか？だいぶ来たよ、だいぶ来たよ。どうだい、どうだい、どうだい。使う。西に8、あと左に8歩。1歩2歩3歩4歩5歩6歩7歩。あーはっはっは。ちょっと今一生懸命頑張ってっから。幽霊船に会いたくて。夜じゃないと幽霊船会えないとかある。昼間も出るのかな。本当に幽霊船か。今何歩まで行ったっけ。ダイオウイカのせいで忘れちゃったわ。おいおいおい、これぐらいか。西に3行き過ぎたね。でまあここら辺だね。はいはいはい。じゃあ次は南下していけばいい。あそこの島？北に向かっていると見せかけて、これは南にも行っている。地球は丸いんだよな、博士。海賊船が陸に出るってことある？それはないよね。ここ入っていいのか。まあ入っていいか。
もっと北と言われてきましたけれども、うん、海の敵もそんな怖くないな。ごめんな、しびれクラゲ。もう一回使ってみよう、骨。全然わかんなくなっちゃった。今、どこにいるの？ここはどこ？なんで、好き好んで幽霊船を探さなきゃいけないの？だから、もっと上で、もうちょい左でしょ？もうちょっとだ、もうちょっとではある。上、左、は？陸？陸か行く？ああ、間違えたか。ここ来ちゃいけなかった。ちょっと一回上陸。あれだ！あの船だ！俺たち以外の船がいる！くそ！どう行きゃいい？どう行きゃいいんだ！ちょ、船！この大陸ピョーンってワープしてくれないか？ダメだ！ああ、でも見つけた見つけた！海賊の血が騒ぐな、山上ちゃん。あの船襲おう。おーい、幽霊船？船さ、違う。船さ、こっちにつけちゃったからさ、来てくんないと。あいつも動いてんのか！ああ、わかったわかった。一点にとどまってない感じなんじゃない？見失わないうちに追いかけないとか。ふらふらしよってよ。待って待って、これどこに飛べばいい？これは、向こう。あ、結局ポルトガだったりすんの？道具。じゃない、呪文。ルーラでポルトガ飛んでみよう。追いかけなきゃならんのではないか？そうだよな、ここで。うん。どっかにいるぞ。うん。ん？あ、いた！いや！いや！え、これ、あ、そうなんじゃない？そうなんじゃないかな？はぁ、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 右隣におります。これ、幽霊船？真っ昼間からオカルトですか？体当たりすればいいのかな？平行、並走してる。え、これは、あ！乗り移って、ああ！おぉ！幽霊船だ！元気な骸骨がいる。ふーん、へー、はー、ふーん、開けるー。こんにちは。あはは、滑稽だぜ。船の舵だ。勝手に動いている。お前が操作してるわけじゃないのか。どんな嵐が来ようと、わしの船は絶対に沈まないのだ、船長かな。沈みはしないけど滅びたっぽいっすよ。他の仲間の骸骨はいないのか、一人ぼっちか。あれか、ブルックみたいなもんか。そうか。オッケー。じゃあどっかでクジラの仲間が待ってんだろうな。感動物語だ。これ落ちるんじゃない？船内になんか。あ、階段もあるのね。あ、何あいつ怪しいわ。モンスター、そりゃいるわよね。いなきゃ、戦うのかしら？戦うんじゃないの？呪われるかしら？何よあんた。ヒヒヒ。幽霊船には屍がふさわしかろう。お前も死ぬがいい。てめえが死ねえ。うわ、かわいい。やだどんな化け物かなと思ったらミニデーモンなんですけど。もう殺すっきゃない。でも舐めたらあかんよな。死ぬがいいとか言ってくるやつだからな。油断しちゃいけないよね。みんな一旦私に命令させてくれないか。よろしく頼むぞ。はいはい。ニコってはもう攻撃で、あ、守備力上げとく。ちょ、ビビってる。尺だけどミニデーモンにビビっちゃってるかも。スクルトかけとく。あ、攻撃が当たらないのか。そんなことないか。守備力を上げとこう。ありがとな、サマンサ先輩。メラミだって、わあ！やるじゃねえか。ああ、なんだ、そんな。ごめん、でも。そんなもんだよな。見た目がそんなもんだったもん。はい。はあ。ああ、まあ、お宝は探していこう。おお、メダルはナイス。はあ、樽しっかり調べていった方がいいな。あ！んだよ、生きてる人間もいるじゃないか。これは調べられる箱じゃないんだ。だこいつ、屍がお似合いだよ。おや、あなたは亡霊ではなさそうだ。さてはあなたも財宝がお目当てですね。お前と一緒にすんな。そうだよ。でもこの船にいるのは亡霊ばかり。参りましたよ。君単身この船乗り込んだの、勇気あるね。魔法眼があって、亡霊ばかり、財宝がない。オーブあるのかな。ちょっと道具を活用していこう。笛どこやった？やまびこの笛。吹いてみよう。オーブか。ガイアの剣がないと来た意味ない。帰ってこない。ガイアの剣か？
サイモン海賊だったん？ちょ、地下行かずに。あ、出てくるんだ。船の上でも。いやー、悩んでんだよな。今、ネルタソに魔法を覚えさせるか。どうか。いや、でももうこのままラストまで行く？もう、アタッカーに、山神とサマンサが、光栄で補助。もうネルタソの腕力を今更レベル1には戻せないんだよな。怖くてな。なあ、階段降りてみるか。はい。あまだ白骨化もしてないやつもいるのか。あの亡霊。あ、すごいお宝がある。屍のようだな。分かっていたよ。動いてる。この差は何？動ける屍と動けない屍の差は何なんだろう。日頃の行い？船を漕ぐのは奴隷か、罪人の仕事なのさ。ああ、なるほどね。オールの前で倒れている。力尽きたのか。罪人だった？あ、そう。え、ちょっと、あいつは生きてるっぽくね。まだ漕いでるの？ほら、人を殺しちまったでな。どんな死に方したって仕方ねえって思うだよ。どうして殺しちゃったの？罪人は死ぬまで奴隷扱いか。でももう漕がなくていいと思うよ。反省してるなら。でも、そこにいたエリックってやつは無実の罪だったって、かわいそうにな。この亡霊？こいつ？エリック？オリビア、もう船が沈んでしまう。君にはもう永遠に会えなくなるんだね。いや、沈みはしないかも、この船。オリビア、恋人？彼女さんいんなら頑張んなさいよ。でも僕は永遠に忘れないよ。君との愛の思い出を、あ、浸ってやがる。せめて君だけは幸せに生きておくれ。エリック、なんか聞いてきそうだな。エリック、メモっとこう。エリック？無実の罪か、冤罪でこんな過酷な、君は亡霊さん、モンスターじゃないよな。ちょ、話そう。溺れて死ぬのは苦しい。あーん、嫌だ、死にたくねえよ。歴史が一番むごいって言うもんね。何？ぴょーん。ただの亡霊か。まあ、ただのって言うかな。君も動いてる？死んじまってても船が焦げるなんて知らなかったよ。笑ってる場合じゃねえ。成仏しろ。はあ、宝はあるか？あ、ガーターベルトだって、やだ。私以外にもセクシーギャルになっちゃう？おすすめよ、ガーターベルト、あんたたち。渡す。あ、まあ、下がっちゃうか。セクシーギャルは私一人で十分ってところかな。一応しまっとくね。はい。君も死にたくない系の人？嵐が来る、風が、波が、魂になってもなお苦しんでいるんだな。俺たちは奴隷よ、ギーコギコ。死んでもずっと奴隷か。つれえよ、だろうな。もう死んじゃったんだから解放されなさい。お前の船を漕いで行きなさい。囚人服だもんな。はいはいはい。こいつ話したかな。じゃあお宝もらうとしますか。はい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 。いただきますよ。オーブはなさそうだから、サイモンの足跡が見えないんだよな。サイモン島流しにあって、なんだかんだあってこの海賊船に乗ってたのかなとか思ったけど、そんなこともな。満月とありがとう。そんなこともなさそうか。あ、いいね、さすが海賊は。耳っこかーい！ふざけんなって、なんでだよー、なんでなんだよー、信じられないよー。いないと思ってたよ。まあ、怖かないけどもね。俺たちもだいぶ強くなったからよ。だがしかし守備力は上げさせてもらおう。いけいけー、おれー。よかった、死ななかった。まあいつには MP がない。ざまみろってんだ。怖くないぞ、もう怖くないぞ。おっしゃ、マジで嫌。お宝かと思ってたところのミミック。こいつはどれだけの少年少女を絶望させてきたんだろうな。毒針見つけた、ありがたいね。はいはいはい。で、こっちにもお宝がありますと。これなんか重要そうだね。これミミックだったらもうやめてやら。勇者やめてやら。愛の思い出を見つけた。何？ラブリー、お酒？ネルタソン、愛の思い出を手に入れた。どこの女とのよ。何これ、愛の思い出防具？必要な時使おう。愛の思い出を使う時なんて来るか。愛の思い出を空にかざした。思い出って形になってるもん。しかしここでは何も起こらないのか。愛の思い出だっ
どういうこと？ちょ、名前だけじゃわからないものも多いな。どっから入ってきたっけ？ここら辺？ここら辺から？あ、ここじゃない。あ、出口はちゃんとある。よかった。はい。あ、ひょこひょこ動いてますね。なるへそなるへそ、ここにうろついてやがりましたと。愛の思い出は見つけましたが、オーブの情報がもうないな。もうないのだな。次はどこ行きゃいいんだろうな。右上の、右の空いてない大陸を旅してみればいいのかな。一緒に行くか？並走していくか？